ここまで、経済再生の科学ということで進めてまいりまして、大体第一段階って一応1990年から主に、今までのですね、25年間の整理を行ったということですね。そのまとめをちょっとここでさせてもらいますが、この前嘘というのをこの2つ前、1つ前に出しましてね、この嘘というのをその頭から覗いとかないとまとめがうまくいかないもんですから、その政府とか日経新聞が嘘をついている部分はそこだけ一応よく、考慮して先に進みたいと思ったわけですね。で、まあ、まとめますとですね、日本の豊かさ、まあ、GDP で一応豊かさというのを示しましたが、ただ GDP のことを豊かさとまあここでは言ってるわけですが、成長が終わった1990年以降、まあ、日本は増えていないということがまず、これはまあ事実ですから、まあその通りですね。それからその何の影響だったかというのはちょっと待ってもらってですね、まずは GDP は増えていない、つまり豊かさは増えていないんだと、まあ、いうことはまあ合意できるんじゃないかと。まあ、科学ですから、まあ一応合意したものを踏まえて先に進まなきゃいけないものですからね。それから、豊かさは変わっていないのに貧富の差だけ増えている。これもですね、まあ、ジニ係数で一応見ればですね、貧富の差はずっと広がっていて、かつてヨーロッパの割合と優良な国と同じだったのに、今アメリカの方に近づいていると、まあ、いうことが言えるんじゃないかと。これもグラフを出しました。つまり、もしも経済政策というのがあって、できるだけ、みんなが豊かになることを望むんであれば、そういうふうにするべき指導者がですね、日本全体の豊かさの増大よりか、まあ、自分だけ得しようとしたので、結果として、GDP は増えないけども、ジニ係数は増えると、まあ、いうような結果をもたらしたと。まあ、その中心人物は誰かというと小泉首相なのかなと思ったりもいたします。それから、国民が働いてですね、大いに働いて貿易の黒字がごく最近まで続いていたんですが、そして日本にもちろん貿易黒字ですからドルが手に入ったんですが、それがどっかに行っちゃっててですね、どっかに行っちゃってるというのは、およそ分かってはいるんですが、表に出てないという意味ですね。表に出てなかったら民主主義ですから、ないも同然なんですけども、どこかに行っていて国民に帰ってきていないと。それは日本円で約360兆円ぐらいになりますので、1億人で分けてもですね、360万になるんでしたかね。まあ、非常に膨大な黒字がですね、国民の手に返っていないということですね。まあ、そういったことで、この25年間、ずっと来たわけで、本当に残念だっていうかですね、方法がなかったのかっていうのはまたよく考えてみなきゃいけないんですが、もう少し何かやりようがあったか、もしくは、だからこそ嘘をついてきたのかなっていう気もするんですね。例えば、赤字国債を出して、それは国民の借金だと言ってみたり、赤字国債を返す手段というのは、税金なんかじゃ全然返らないんですけども、まあ、増税をして、消費税がこの間ですね、0%から、8%、もしかしたら運が悪ければ10%になったと、まあ、いうような経過をたどってきたわけですね。もちろん消費税が増大しても、税収は変わらない。つまり、率だけ変わって国民がますます貧乏になるという嘘をついてそうした。だからまあ、誠心誠意やったけれども、なかなか国の豊かさも変わらないし、貧富の差もですね、小さくしようと思って、大きくなっちゃったっていうならまだいいんですけども、どうもそうではなくてですね、まあ、指導層が自分だけ得をしようとした。貿易黒字もみんなで貿易黒字しよう、貿易黒字しようと、原発をやめると貿易赤字になるから大変だ、大変だって言いながら、誰が大変なのか、つまり黒字になった分はドルで手に入ったんだけれども、どこに行ったかよくわからないと、まあ、少なくとも国民には戻ってきてないわけですから、国民にとっては赤字でも黒字でも、まあ、全然同じだよと、まあ、そういうことになる、まあ、そういうのが事実だったということですね。これは多くの方からいろんなご意見をいただいて、僕もそれをまた、さらにそれを読んで勉強してるんですけれども、だからご意見はぜひ寄せてほしいんですが、大体のご意見はですね、未来は
これからこうするべきだっていうことなんですが、まあ、それはまあかなり議論しなきゃいけないんですが、少なくともこれまでこうだったっていうのは合意をしといた方がいいんですよね。それはそうだと。GDP は増えてなかったし、貧富の差は増えてるし、まあ、それはおそらく政策の失敗だったりしてるし、の部分もあるし、それから貿易黒字を一生懸命国民に言ったけども、実際は貿易黒字の恩恵をあんまり国民が直接的には受けてないと、まあ、いうようなことは過去の事実だったということはですね、こういうのが経済学者の間で合意されてるといいんですけれども、合意されてないんですよね。この前も非常に立派な、経済学者の論文を送っていただいて読んだんですね。そしたらやっぱりこうケインズ経済学はどうだ、新自由主義はどうだっていう思想の問題が非常に書いてあってですね、その過去の事柄に対する合意は、ここは合意してるんだと。経済、ケインズであろうが何であれ、私なんかなんだ、どうだっていいわけですよ。それは経済学者の中の内輪揉めですからね。それよりも過去のことで学会が合意しているものについては、まあ、使いやすいということになります。で、またですね、あと問題は日本の経済の近未来について、まあ、どうなるか、どうも経済学者よくわかってるらしいんですよね。つまり今のようにずっとですね、赤字国債を出し続け、かつそれを消費税の増税を17%ぐらいまで持っていっても、全くその解消にならないし、かえって、お金が減っていくんだということを知っているんだけど言わない。で、これはですね、どうも、まあ、パッと見たら経済学者の無責任さなんですけども、逆に言えば責任感が強すぎるのかなと思うんですね。つまり、誰も今、未来どうしたらいいかわからない。今まで国民が頑張って、民間が頑張ってですね、民間が頑張って頑張って、そして新しい事業をやってきたり、まあ、言ってみればトヨタ自動車が自動車作ったり、パナソニックとかソニーが頑張ってですね、GDP を大きくして豊かにしてきた。それらの会社がまあ、ダメ、トヨタ自動車はまだダメになってませんが、ダメになったらですね、政府は全くその代わりの役を立たなかった。もちろん、ケインズ経済学が政府が登場すればいいって言ってはいるんですが、それは機能しなかった。理由は、ケインズ経済学が間違ってるって言ってんじゃないんですよ。そういうことを言ってんじゃなくて、まだ事実として、理由はまだ言ってないわけですね。事実として、民間が引っ張って、銀行が民間に金を出し、その金で民間がやってる間は、GDP は伸びていった。しかし、銀行が民間に貸せなくなり、政府がその肩代わりに借り出した1990年からは、豊かさが増えていないという事実。経済学がどうであれ、定数効果がどうであれ、そういうことじゃなくてですね。ということですね。それからもう一つは、内輪もめで、ごちゃごちゃになったんじゃないかって気がするんですね。経済学者同士の。内輪もめがあるのか、それとも責任感が強すぎてですね、経済学者の。どうも未来を解決する方法がまだ決まんないので、黙っておこうと。国民に言ったらまずいということで黙っておこうとしているのか、どっちだか私わかりません。それからもう一つは、内需拡大と言って久しくてですね、内需拡大しませんが、その内需拡大とか、景気をこう、上昇させるとか、それから民間の設備投資を高めると言ってるわけですから、一方で年金が非常に不安定で、年金崩壊する、崩壊するって言ってますからね。これだけ年金が崩壊するって言われたら、買うに買えないですよ。それから環境政策がもったいないとか、石油がなくなるとか、温暖化するって言ってたらですね、これはやっぱり、消費を抑制しますよ。だから、その内需拡大とか、それから設備投資の、新規設備投資の増大っていう経済政策と、それから年金が混乱して年金が崩壊すると政府の人が言ったり、言ってますからね、どんどん専門家も。それからもったいないだの、その石油がなくなるだと温暖化するなどと政府が言ってるわけですから。だから、それしょ、電気をこまめに消しましょうなんて言ってるんですから。そりゃ、内需拡大しようにもできないですよね。老人が使わないっつったって、老人だってね、人間ですから。お金貯め込んでるって使わないって言うけども、使っちゃいけないって言ってるじゃないですか。エネルギーもないし、温暖化もするから、じっとしてろと。こう言ってるわけですよね。
もったいないと。したら老人は割合と真面目なおばあさんなんかいますから、その通りやりますよ。それから年金が崩壊する、崩壊するっつって、事実ですね、消費税が上がっても年金が上がらないんですよ。そうすると、どういうことになるかって言うとですね、年金が実際上減額するわけですよね。だから、やっぱり不安だから。それで麻生さんがこの前なんか、お前いつまで生きるんだって言ったらしいんですけど、いや、そんなこと言ったってね、その、老人は自殺しろって言うんですかね。自殺しろって言ったら、まあ、自殺する場所を政府が作ってほしいですよ。まあ、ナチスのホロコーストみたいになりますけどね。もう老人はユダヤ人と一緒だと。だからガス室作るからそこで死ねと。こう言ってんですかね。ちょっとそこもよくわかんないんですね。要するに、つまり、一人一人の人が非常に狭い視野で、もうむちゃくちゃ言ってるっていう感じなんですね。ですから、もうそんなこと言ったって、もう話にならないので、ここの経済再生の科学というこのシリーズではですね、もうそういう無責任なことは一切やめて、ちゃんと辻褄の合う形で整理を進めていきたいと思っています。